最後の問題はこちら。はい、優秀素質でございます、それではお手元のモニターでお答えください。スタート。優秀素質、優秀素質ですね。優秀、めちゃめちゃ強そうな名前ってことですよね、きっと。優秀、そうですね、優秀という言葉をちょっと変換すると、もしかしたら、なんだろうすごい、わかるかもしれないです。なんだろう、素質というのもヒントですよね。やばいよ、なんだ、はい、お、書かれている方もいます。え、やば、書いてないよ全員書き終わりましたか。やばい、うん、マチコさんが今、マチコが悩んでる、悩んでおります。もうマジで思い浮かばん、思い浮かばない。思い浮かばないときは助けてもらおう、お願いそれではマチコさんと大園さんの答えにしよう。あれ、はい、TM オペラ王でございます。マチコさんと大坪さんもですね、オペラ王でございます。分かんなかった、分かんなかった、分からない時は TM オペラ王が根付いてまいりましたが、嬉しい、助けてくれてありがとう。さて、自信があった方、意外と皆さん自信がない。自信はないですね。じゃあ遠野さん見てみましょう、どうぞ。優秀だね、確かに優秀な馬娘ですね、うんうんうん、じゃあ続きまして、そうだな、高橋さん見てみましょう、はい、どうぞ。ナイスネイチャー、なんかいいネイチャーって感じで、うんうんうん、はい、優秀がナイスってことですね、うんうん、自信はありますか。ここまで来たらあります。お、じゃあ久保田さん、佐々木さんも出してみましょう、ドン。ナイスネイチャ ーということで正解はこちら。正解はナイスネイチャーでした。かっこいい。正解した久保田さん、佐々木さん、高橋さんにはチョップコインを10個ずつゲットとなります。すごいや、はい、はい、結構巻き返したんじゃないでしょうか、うんうん、確かに。さてさて、2つ目のゲームが今終わりまして、うん、はい、よいしょ。